スラムのエリアに来ました。怖いんですけど、こういうね治安の悪そうな、ちょっと怪しいですけどね、危なそうなエリアですね。で散乱するゴミ、注射器が散乱してますね、この辺。スラムのエリアに来ました。このタイミングで雷が鳴ってきてすごい怖いんですけど、ドラクリア出てきちゃいますかね、まあでもちょっとですね、公園が綺麗に整備されてたりして前と、ちょっと違うかもしれないので見てみましょう。このフェレンターリっていうエリアですね、前来た時はすごいもうスラムになってて、スラムっていうかアパートをの、まあ、アパートのいっぱいあるとこなんですけど、もうゴミがすごい散乱してて、まあ、ラリってる人たちがいっぱいいて、うわ最悪や。着いたんですけど、もうすごい雷で、もう雨めちゃくちゃ降ってきました。氷が降り始めました。15分ぐらいで過ぎ去りました。先ほどね、ちょっとその辺の少年に聞いたら、こっちの方だって言うんで、ちょっと向かってみます。この辺のストリートもちょっと怪しいですけどね、かなり落書きはたくさんあって、まあ、この辺かなっていう感じなんですけど、でももっとね、もっとごちゃごちゃでゴミが散乱してるはずなんですよね。ね、注射器が散乱してますね、この辺。見てください、注射器、はい、今すごい雨降ったんで、それでみんな人がはけちゃったんですかね。で散乱するゴミで、今その辺の、まあ、少年にここかって聞いたんですけど、ここだって言ってました。こっちに来て一つブカレストで気づいたことあるんですけど、私を見てですね、まあ、アジアのですね顔の人を見て、みんなジャパンって言ってくるんですよね。まあ、インドとかだともうチャイナとかコリアとか言われたり、まあ、割とね、まあ、ロシアとかでも、まあ、そのアジア系の顔イコールチャイナみたいな感じで、まあ、ほとんどどの国でもそう言ってくるんですけど、なんかですね、ルーマニアのブカレストではですね、ジャパンってみんな言ってくるんですよね。これはどういう現象なんですかね。面白いですね。そのアジア系の顔イコールジャパンというイメージなんでしょうか。まあ、今日はね、ちょっといろいろと貴重品持ってたんで、こういうね治安の悪そうな地域歩くの嫌だったんですけど、まあ、今日はホテルに置いてきたんで、まあ、少しリラックスして歩いてます。まあ、この辺もなんかですね、なんつうんですか、
この辺もジプシーと言われる人たちが多いような感じのエリアですね、うん、まあ誰が誰かっていうのは分かんないんですけど、うん、でまあなんていうんですかね、ちょっとね、南米っぽい雰囲気も入ってますよね、ちょっとゴミが散乱してて、子供たちが外でサッカーやってるみたいな。まああんまりヨーロッパっぽくないですけど、まあ南米ではありふれた風景ですね、こういうのはね。ここは昨日来たちょっと危なそうなエリアですね。まあ昔に比べてゴミの散乱減りましたけど、相変わらずそうですね、危ない雰囲気漂ってますね。先ほどですね、人が集まっててちょっと、そのスラムっぽいところ、怪しいところ行きましたけど、まあ人はね、みんな別に怖い人たちではないんですけども、まあ中行ったらですね、まあコカインとかヘロインとか、まあ様々なドラッグがありましたね。で、まあ結構みんなですね、中毒になってる感じで、まあちょっと、うん、まあちょっと悲しいですよね。まあどこ行ってもそういうとこあるんで、まあ仕方ないですけど。中毒の人たちが、まあ、なんていうんですかね、トレードする場所になってたという感じがしました。All the girls dancing.